皆さんこんにちは、ショータイムのショーです。今回はね、自己紹介動画ということで、今回は歌とか解説とかは特にないんですけれども、まあどういう人がやってるんだろうみたいな感じのね、自己紹介をちょっとさせていただければなと思います。自分の話をしますと、小学生ぐらいの時から、児童合唱団に所属して、その後ですね、中学生になって変声期が落ち着いてから、声楽というのをね、本格的に始めていきました。で、高校生に上がりますと別の団体に所属して、でそこではまあクラシックでオーケストラと一緒に演奏したりとかして、経験を積みました。でその中でですね、いろんな先生について、勉強をさせていただいて、で高校生になってから、生徒をですね、取り始めました。でこの高校生で生徒を取り始めるっていうのもすごく稀というかね、珍しいものだと思うんですけれども、そこで個人レッスンしてみたりとか、合唱指導をしてみたりとか、あとカルチャースクールの講師職なんかを経て、もう17年ぐらいですね、講師を続けています。でこの声楽という世界なんですけれども、非常に窓口が少ないといいますかね、人口があまり多くはないジャンルになります。それこそポップスとかね、ジャズとか R&B とかいろんなジャンルがありますけど、クラシックやってるのは声楽、クラシックみたいなやつでしょみたいなね、そういうような世界ですけれども、そんな中でもね、じゃあやってみたいなって思ってくれて、ちょっと勉強始めてみようかなっていう素敵な皆さんいらっしゃると思うんですけども、じゃあ勉強始めてみたいんだけど先生はっていうとね、探し始めるとあまりそれもなかなか見つからないとか、いうちょっとね、始めてみたいっていう人にちょっと敷居が高い感じが、します。でそういった人たちもね、気軽にじゃあ YouTube なら、こういうものがあるんだみたいなね、気軽な感じで見てもらえれば、その最初のステップっていうのをぐっと下げて、いけるかなというふうに思って、今回ですね、チャンネルを作っていろいろと上げてみたいなと思っております。で歌を歌うにあたって、非常に考えなければいけないことはたくさんあります。まずは発声、もう何に関しても発声になります。でこの曲を歌うのにこの声でいいのか、あるいはこの声でいいのか、それともこの声でいいのか、もういろんなその、声色があったりとかします。で曲の、世界観だったりとか、あるいは体の使い方だったり、表情のつけ方だったり、伴奏の聴き方だったり、伴奏にそれを合わせていったり、いろいろと項目がたくさんあります。それを学ぶようになると、すごく膨大な時間がかかります。で そこまでだったら、初めて、誰か先生についてね、やっていければいいかなと思いますけれども、どんな曲なんだろう、あこういう曲なんだなとか、あこういうふうに歌うんだなとかっていうのを、本当にさらっとね、触れてみようかなっていうところで、非常に門戸を下げて、ハードルを下げてね、門戸を広くしていければなと思って、この動画をね、上げていきますので、ぜひ皆さんね、気軽に見てもらって、一緒に練習していければなと思います。ここでは、非常にですね、需要の多いイタリア古典歌曲ですとか、有名どころの曲を押さえていきながらね、一緒に練習していければなと思いますので、皆さん、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。またね。